2023年度より購入することができるようになりました通学定期券の買い方について解説をしていきたいと思います。今までは通学定期券といいますと駅の窓口でしか購入することができませんでした。理由としてはですね、きちんとその学校に通っているという証明書ですね、通学証明書と呼ばれるものを駅員さんが確認した上で特別な割引を受けて購入できるのが通学の定期券だったからです。今回はですね、最近オンラインでの携帯の契約とかで採用されているような写真のアップロード、証明書のアップロードをアプリ上で行うことで駅の窓口に並ばなくても通学定期券を購入することができるようになりましたので、こちら解説いたします。ポイント1、2023年3月18日より中学生高校生の通学定期券も取り扱い開始となりました。ポイント2、通学定期券の予約購入はアプリでスマートに完結します。ポイント3、4月期は正午12時までのご予約で原則当日中に内容確認結果通知が来ます。ポイント4、保護者のクレジットカードで代理決済も可能ですとなっております。アプリで簡単便利な通学定期券の購入の流れです。初めてモバイルスイカをご利用される方は会員登録を行ってください。モバイルスイカの会員登録がまだお済みのない方は先日別の動画出しておりますので、そちらを先にご覧ください。まず一番左ですね、新規通学定期券の購入必要なものとしては、通学証明書または通学定期券購入券証明書等が必要になります。プラスクレジットカードです。クレジットカードはご自身で持っていない場合には親御さんのカードを使うことができます。でその後アプリで定期券の予約、通学証明書等のアップロードを行い、サポートセンターでの予約内容確認結果通知が来ます。それが完了して定期券の購入が完了という形になります。続いて真ん中、進級により年度をまたがって購入する場合は通学証明書または学生証などの翌年の年度の在籍が分かるものが必要になります。プラスクレジットカード、こちらも親御さんのカードで代替が効きます。その後アプリで定期券の予約、通学証明書等のアップロードが行います。サポートセンターでの予約内容確認結果通知が行われ、定期券の購入が完了します。そして一番右端です。同一年度内の継続購入に関してはクレジットカードだけあれば大丈夫です。ということで、まずはモバイルスイカのアプリを入れておく必要がありますので、ご注意ください。はい、新規通学定期券の購入ということで、予約購入方法 iOS、Android というふうに分かれております。1、アプリのトップ画面からチケット購入を選択します。チケット購入右端にあります。右端のチケット購入をタップします。通学通勤の定期の区間経路等の入力後、通学証明書をアップロードして予約を行います。その後サポートセンターにて確認後、結果通知が来ます。不備があるとここで通知が来るような仕組みになっております。そしてアプリ上で購入をして完了という流れになります。はい、ということでかなりですね、楽々購入ができるようになっております。特に継続で購入する場合、年度またがずに購入する場合には本当に継続購入を選んで支払い方法を選んでそれで終了という感じになっておりますので、
まあ、ぜひご活用いただければなと思います。はい、ということでこの動画役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。